続いてご紹介する企業様ですが、はい、ミシェルさんは教育にも携わっていらっしゃいますが、うん、はい、先生っていうとどんなイメージお持ちですか？先生、うん、学校の職業、学校の先生、病院の先生、うん、その他、うん、何の先生でもやっぱりそうですね、お医者さんとか学校の先生っていうイメージですよね、うん、実はですね、アメリカでは不動産コンサルタントのお仕事をされている方を先生というふうに呼ぶらしいんですね。マスターとか何か資格が、ね、あるからね。今回はそんな不動産業界を変えたいという強い信念をお持ちのこちらの企業様です。すでに開催まで3年を切った2020年東京オリンピック、そして近年のマイナス金利をきっかけに動き始めた金融機関の積極的な融資、そんな社会の変化によって今注目を集める一つの分野、それが不動産投資である。誰もが不安と憧れを抱くこの世界、そんな中新たな成功へと誘う男がここにいる。ダイムラーコーポレーション代表取締役 CEO 大村正義。創業10周年、多くの信頼と実績を築いてきたダイムラーコーポレーションでは、時代の潮流をしっかりと見極める専門的な知識と経験を武器に、常にお客様に寄り添った新しい業界の形を目指し、注目を集める不動産投資の世界で果敢に挑戦を続けている。今回は大村正義をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。今、うん、創業されて何年ぐらい経つんですか？10年ですね。あ、10周年、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。創業されるまでどういった経緯があったんですか？うん、ですね、私が多分20歳ぐらいだったと思うんですけど、すごくこう有名な本で、ロバート清崎さんが書かれている、はい、金持ち父さん貧乏父さん、はいはい、本を読んで、なんですか、こう不動産投資っていうのをすごく興味を持って、で僕、23歳からずっと不動産業界なんですけど、はい、そこでいろいろ経験をして、私自身も28で不動産投資始めてるんですけど、28歳で、はい、で同じ年に会社を設立して、今に至るっていう、はい、状態ですね。はい、ちなみに、うん、ダイムラーコーポレーションさん、はい、っていう社名の由来がちょっとやっぱ気になるなと思っているんですが、そうですね、よく、社長なんかベンツが好きなんですかとかよく言われるんですけど、あ、なるほど、車のね、はい、はいはい、実はその、私、大村なので、大村の王が大、はい、村がその村、はい、で大村なんですね。なるほどなるほど。でもじゃあとても愛着のある署名ですよね。そうですね、はい、うん、さらに大村は社名だけでなく経営方針にもあるこだわりがあった。自ら掲げたそのミッションについて話を聞いた。そのダイムラーコーポレーション様の会社の経営方針にとてもこだわりがあるそうですね。はい、まずこう会社のミッションとしてはこうお客様を感動させるっていうのがミッションなんですね。で、僕がこうね、独立した、こう思いも込められてるんですけど、目的としてその不動産業界を変えるっていうのが3つある中の1つ、それがすごく大きいんですけど、大きいですね、はい、どうしてもその不動産ってこうマイナスなイメージがすごく持たれる方が、今でも多いのかなと思うんですけど、怖さだとかそういうことですか？そうです、なんかこう騙されるんじゃないかとか、騙される怖さだとかね、はい、なんかこう本当、そうかな、はい、なのでそこをなんかすごく変えていきたいなっていうのが、はい、なるほど、はい、不動産コンサルティングってお仕事自体が、これ今日本で認識されているイメージと海外とでもちょっと違ったりするんですか？そうですね、やっぱり例えばそのアメリカとかですと、やっぱりその弁護士とか、お医者さんと同じぐらいのやっぱステータスを持ってるこう業界なので、はい、こうイメージとしてはやっぱりこうそういうところで持っていきたいなっていうのはありますね、はい、日本ではまだあれですかね、そういう
ジャンルはないっていうか、そこまでみんなが思いがまだ伝わらないのかな、大切さというか。そうですね、その日本ではその不動産投資の専門的な資格っていうのが、まあ、ないのかなっていうのは一つあると思うんですけど、はい、強い使命感を持って事業を推し進める大村は、業界でも所有者の少ないある資格を取得していた。一体どのような資格か、さらに話を聞いてみた。とてもかっこいい発信書があるんですけれども、これ説明していただけますか。どんな資格なんですか。 CPM の方はこう不動産管理によった資格で、CCIM の方はこう、まあ、商業権も含めてなんですけど、売買に寄ったような資格になりますね。はい、こちら日本で取られるんですか。日本で、取ることはできますね。できますか。はい、あ、ただまだまだこう普及してなくて、CCIM ですとまだ150名ぐらい。あら、150名の中のお一人なんですか。はい、すごいな。ただ世界的には、ね、本当にこう認知されてる資格なので、はい、CCIM 持ってるっていうとこう海外ではあやるねみたいな。はい、あとやっぱり気になるのが、はい、日本ではやっぱり貯蓄を投資に回す人が少ないっていうのはやっぱよく言われることじゃないですか。はいはいはい、そういった中で最近の傾向とか、この課題っていうのはどういうふうに見てらっしゃるんですか。はい、そうですね、やはり最近はやっぱり不動産投資がすごく過熱はしてきているので、投資される方っていうのは非常に増えてきているとは思うんですけど、やはりこう、まあ、僕も海外とかをよく見てくると、日本人はやっぱその投資に対してのこう、知識レベルが少し低いのかなっていうのが、まあ、気持ち的なところもそうだと思うんですけど、はい、どういう投資から始めたんですか。そうですね、その時はまだ独立する前だったんですけど、はい、まあ、その物件をこう、まあ、投資家さんにご紹介をしてたんですね。で、まあ、すごくいい物件だったんですけど、もともとその、大企業の社宅で使ってたものなので、その売却するにあたっても全部空室なんですね。ただやっぱ相場からしてもすごく安いので、で、そう銀行の評価も出てるので僕はすごくいいなっていうことで投資家さんにご紹介してたんですけども、その当時はやっぱりそこでリスクがあるっていうので全部空いてるっていうところで、はい、で手を挙げる方がいなかったので、あ、僕買っちゃおうっていうのが、まあ、きっかけではありますね。はい、あと大村コーポレーションさんでは他社で買った商品も相談ができるんですか。はい、そうですね、まあ、書籍を出させていただいて、まあ、そこからのこう反響でもすごく多いんですけど、ね、不動産投資の嘘ですね。はい、そうですね、はい、それをこう読んでいただいた方が、まあ、自分がしているこう投資っていうのは大丈夫なのかっていうご相談がすごく多いですね。それはもちろんその他社さんでご購入された物件とかもそうなんですけど、はい、まあ、投資家さんがやっぱり判断、自分で判断できるといいと思うんですね。その指標がやっぱりたくさんあるので、はい、判断できるか。買うときはいいと思って投資するわけですから ね、 ねもちろん、建物自体もわからない、立地条件がこれに合ってるのか、ね、次に売るときに大丈夫なのかとかいろいろ考えますよね、何年経っててみたいな。そうですよね。でその今おっしゃったところは、もう全部こう ご提案するときに全部もうついてますね。ああ弊社の場合ですと、はい、あ、そうですか。はい、あ、安心だな。 そうなるとやっぱり リピーターさんというか長くお付き合いされる方多いんでしょうね。非常に多いですね、やはり、はい、それはもう本当に不動産コンサルティング妙利に尽きるという言い方でよろしいですか。そうですね、すごくやっぱり嬉しいですよね。はい、今、はい、もう日本だけでなくて、はい、海外の不動産市場にもかなり注目されているそうですね。はいはい、どのあたりか。ですね、海外の不動産を、やり始めたのが、7年ほど前ぐらいからですかね。でその頃はマレーシアだったりとか、はい、フィリピンだったりとか、という、まあ、こちらで区分所有のマンションですね、まあ、コンドミニアムっていうのをこう売買、はい、ご紹介したりとかっていうのをしてましたね。でただこう、まあ、海外もこう何ですかね、やっぱどこか伸びてる国があるので、そこに投資をこうしていくっていうのはすごく僕は面白いなとは
まあ、僕自身もやってるので、うんうん、それをこう投資家さんにご紹介してるっていうような感覚なんですけど、はい、今、はい、すごい注目されてるエリアってどの辺なんですか？そうですね、今は、バングラディッシュですね。バングラディッシュ、はい、経済的な伸びもあるんですか？ありますね。今年の7月に僕も現地に視察行ってるんですけど、もうその日に僕投資を決めましたね、僕自身も。その日に、はい、そういった時に、まずですね、バングラディッシュの人口が1億7000万人ぐらい。ああ、結構いるんだ。はい、でその国の広さは大体北海道ぐらいなんですね。うわ、なので日本人が北海道に全員住んでいる。全員住んでるっていう、はい、すごく人口密度高いですね。でこれからもまた人口伸びていくっていう。うわ、もう確実に土地の値段は上がりますので、で今回の投資はもう土地の、もう単純な土地の投資ですね。土地でも単純にこう、もう価格が上がって、上がっていく。で上がった時にいっぱい出口を迎える。で単純に多分投資として成り立つので。そうか、そうやって生きるんだよね。バングラディッシュです。バングラディッシュでございます。リランカだとかさ、いろいろ出てきてますよね、今ね、はい、まさに今からね、投資挑戦してみようとかやってみたいなって思う、はいはい、方になんかアドバイスをいただけるとしたらどういうことですかね。はい、うん、そうですね、先ほど その日本人があまり投資にっていうところもつながると思うんですけど、やはりその年金が今もらえないじゃないですか。なのでやっぱりこう自分の人生の中でこう将来に向けて資産を作っていくっていうのはすごく大事なことなので、うんうん、それは別に不動産、はい、不動産投資に限らず、まあ、いろんな投資があるので、うん、その中でこう自分のが合った投資をすれば僕はいいかなと思うんですけど、はい、うんうん、不動産そうかだけに限らずね、限らず、はい、小村さんは不動産ですけどね。あ、でもその金融商品のコンサルとかもしてますね、海外の、はい、金の実際金商品ですね。ファンドとか、ファンドか、投資信託のものですね。あ、そっか、投資信託もなんだな。なるほど、海外の方でやってます、それは。注目を集める不動産投資業界で世界へと羽ばたき続ける大村正義。そんな男が見据える今後の展望とは。やはりそのやっぱグローバル化していきたいなと、会社自体も、うんうんうん、最終的にはこう、世界中のこう不動産を世界中の人にこう、提案できるような会社を作っていきたいなと思ってますね、はい、うん、やはりこう常に心がけているのはやっぱ向上心っていうのを心がけてまして、私もいろいろ資格は持ってますけども、ここまで来たらこう、OK っていうラインはないと思うんですね。なのでやっぱり僕自身もやっぱり日々勉強してますし、やっぱ昨日よりも、今日の自分の方がやっぱりこう成長しているということを心がけて、やっていくことを大事にしてます、はい、いいね、いつまでも皆さんがこう信頼される、はい、大村コーポレーションです、はい、いい話、今日ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。